バイナン工大株式会社の土の上克美と申します。私の親父が創業者でして、で1956年にも法人化してますんで、今年でも69期に入るということです。バブル崩壊はじけた時にとんでもないようなはじけ方だったんで、それまでは鋼材の仕入れて販売するということを主にやってきたんですけども、全く売れなくなって、価格決定権も全然持てなくなったので、加工販売に切り替えようかと。そう言ってもその地位はもうその後発で勝ち目がなかなかないなということで、プラモデル納品って言ってるんですけども、鋼材をプラモデルの部品状態にして、溶接すれば完成するようなところを目指してやればいけるんかなということで、プラモデルはたくさん作るからあれ安くできるんですけど、うちは1個からやりましょうと。しかも最初は72時間でやりましょうと。このぐらいの土俵に作ってしまうと、必ず差別化ができるんじゃないかということで、やってきて、もともと鉄で始まったんですけど、ファイバーレーダーっていう、その高反射材でも切れるレーダーができたんで、銅、真鍮、アルミ、チタンというものを追加して何でも切ろうというようなことでやっています。主に向け先は産業機械っていう、車とか電気の同じ部品を作ってるわけじゃなしに、一品生産みたいなものの機械の部品を作ってるんですけども、実はどこに使われてるかわからないんです。こんなものを作ってくださいという一部の図面だけをいただきますんで、全体何回になるんでしょうけど、我々としてはわからないっていうのが正直なところだよね。ということは、社員のモチベーションからしたら、絵のできて、早くできて、うまくできたとしても、どこについてるんだと、ということがわからないんで、なかなかモチベーションが上がらないだろうなというふうに思って、少しこう、形で見えるようなもん、一般の消費者に販売するようなものがあれば、これうちの製品だとかいうのがわかるんで、もう一本の軸足として今、研究しながらやっている、そういうところですね。1日だいたい400種類ぐらいの注文を受けてるんですね。そんなバカな会社ってだいたいないんですよね。1個からやってますんで。そうすると、手間かかってしょうがないんですね。でそれをなんとか IT を駆使して、できるだけ手間暇の省けるようにというようなことを今考えてやっていってます。それと昨今、データ化してですね、やっぱりどういうお客さんがどう伸びていってるかとか、どういう商品が支持されてるかとか、その辺が分かるように IT 化をどんどん進めていきたいというふうに思ってます。